皆さんこんにちは、雨の日学校かっぱり登校しないといけないのにギリギリまで傘を差して学校の門入り口で傘を落としてびしょびしょになるやつ意味不ゆじくんです。どういうこと自転車で声で傘差してるのってなんか違反になるじゃん、はい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 、ああそういうことっすね。そうだから自転車乗りながら傘差してるのが普通みたいな時期だったから、あそれをかっぱりしないといけないっていうところで多分変えなきゃいけない時期だったかな。高1とか高2かな。やっぱ気分ダサいみたいな、中二病だよね。傘を石でも刺すやつ、学校の入り口まで行って先生が見える見えないぐらいのところで傘閉じて自転車のここのところに刺してで、もうあたかも濡れてきましたみたいなびしょびしょになってる何のために今まで傘差しなみたいな。で結果ここにでも傘差してるから、お前そのままで来たわけないだろうっていうので学校の先生に捕まる少なくとも僕の学校の時の身の回りにはそんな人がいっぱいいますということで今日やっていく企画なんですけども、フォワードライブやっていきたいと思います。選手のフォワードライブとかを見てたりとかをしていて、あこれが現代の、まあ、フォワードライブなのかなっていうのをちょっと感じた部分があったので、ちょっとそれを動画にしていきたいと思いますので、よかったら見てください。ではやっていきましょう。昔のフォワードライブってすごいバックスイング大きくとって、まあ、腕を伸ばしていくようなフォームが大きい。一回一回こうなんかムチのように腕をしならせるじゃないですか。こうやって振っていくまあ、ものもあって、そこから少しずつコンパクトになってきて、コンパクトに振っていって腕を、まあ、今の僕ですかねこれで、僕今ちょっと変えたいなって思ってるところもあるんですけど、振っていって下に下ろしてまた引いて振っていくってちょっと回すようなドライブで円を描くように振っていくというか丸を描くように、多分これって一番まあコンパクトというか、これが今の現段階の僕の打ち方になるんですけど、今のまあ高校生、張本選手、戸上選手、宇田選手とかそういう世代強い子たちのプレーを見た時に全く違うなって感じたんですよね。その打ち方が直線的に戻る、回さない、自分のこのドライブを、それね、中国選手とかも他のトップ選手もそうだったかな、見てたらドライブしてこうやって振ったら今ドライブした軌道のところにそのまま戻ってくるんですよ。連続でフォアドライブすると高い位置にラケットが常にこうあるような感じ、ラケットが多分ね下から出さないようにするためだと思うんですよね。常に高い位置からこうやって上から後ろから前後ろから前っていう風に振れるようにするために多分やってんじゃないかなっていう印象を受けるようなドライブのフォームが見受けられたのを最近ちょっと感じたので、それを動画にしようかなと。今までの僕一回やってみます。今振ってってこう落としてってると思うんですよね。現代風のフォアドライブに変えていきます。そのまま振っていってこのままこうやって戻していくんですよ、ね、あんまりこう真ん中に戻さない。いやむずい。これで威力が変わる変わらないとかじゃなくて、今のトップ選手の人たち強い選手のフォアドライブっていうのは最近なんかすごいそっちの傾向が強く感じるというか、僕の中では今まではこうやって振っていってこうやって直線で戻っていくってことはニュートラルがなくなるじゃん、両ハンド難しくないっていうふうに逆に思ってたんですよ。今までこうやって戻してじゃあこうやってやっていくってことはもうフォアドライブ一択みたいな、どこでバックドライブ振るの、こうやって回していくやつだったら回して下ろしていくところでフォア引ける、回して戻していくところでバックに変えられるっていう印象があったから、だから回してたよこれ、今まで。ここ最近の人たちと見てるとなんかそれがないというか、なんだろうなと思って見てたら、張本選手も宇田選手も戸上選手もみんなバック待ちなんですよ。そもそもニュートラルの形がこれじゃなくてこうなんですよ。でフォアの時にこうやってバックのフォアまで振っていて、このバックのここの形のこの位置からこのままフォアの形を作りっていきながらこうやって引いてるんですよ。でそのままこうやってまっすぐ振ってるんですよ。でまたバックの形作るからニュートラルのこうやって戻るっていう形自体がそもそもそんなない。こうやってフォアの多分いいボールがストレートとかコース次第で決まっていいボールがいけば、おそらくこのままニュートラルにこうやってわざわざ戻さずにこうやって振った後にこう来るコースが限定させることができたら、その場所に動きながらこうやってそのまま最短の距離でバック線に取って打ちに行くとかっていう風にやってるのかなって
個人的にすごく感じたんですよ。馬引き場で戻っていくってことはラケットが常に高い位置にあるじゃないですか、うん、で今の卓球ってすごい高速卓球速いと、だからみんなこう台にべったり張り付いてるわけですよ。ニュートラルに戻るやり方だったらここでやるとガン感じになっちゃうじゃないですか。その今言ったその張本選手とか宇田選手とか小上選手の直線で戻る軌道だったら台にぶつかることじゃないんですよね、うん、だから全然ね高速卓球ができるっていう勝手な僕なりの見解なのかなって、いろいろなプラスの要素、こういうスイングをすることで得られる今の時代の速い卓球についていくための回していくところも省いてさらにコンパクトにしていくっていうスイングなのかなっていうのが今すごい感じたので、僕って時代遅れてんじゃんそれで思ったんですよね。でも我々世代だとそれが当たり前ですもんね。しっかりニュートラルに戻る。そうだからそれをなくさないと強くなれなくねって動画見てたら思ったんですよ。だから変えます、これから先の僕のフォアドライブ変わりますから見ててください。こうならなくなりますから、そして、まあ、ほぼほぼこうニュートラルこう回さずにこうやって振っていくようにしていきます。でまあそれをやったことでじゃあ本当にねプレーとかもどんな風に変わるのかっていうのも見てもらえたらと思います、まあ、そんなところでフォアドライブのフォームでまあ、一昔前でちょっと前で現代というふうに時代がやっぱこう変わってきてますから、そうなった時にいろいろ形も変わると思うんで、まあ、皆さんもねこれは一つの意見としてね、僕も別に絶対こう今の現代の卓球って言ってもみんながこうなわけじゃないですから、もちろんその人に合ったフォームっていうのがあると思うんですけど、まあ、少なからずそのトップ選手のフォームを見た時にはなんかそういうふうに感じるものがあったので、まあ、そういう選手を目標にしてるとか、その選手を真似してみたいとか思う方はこういうフォームでぜひやってみてもらえたらと思います。ということで最後フォームを変えたゆうじくんでフォアドライブやっていきたいと思います。前陣で今までの僕の振りで最初はめちゃめちゃ速く打てます。正直怖いです。さっき滝島言ってくれてましたけど、気にしながら結構打ってる。今度回さないで、もっと打点速くなるよね、これやってたら。今さっき最初に僕やったやつよりももっと速くなるし、今の回さないことでここへの恐怖感もなくなって振り自体ももうちょっと強くできるみたいな印象は今ちょっとあるんですよ。ロックできない。ちょっとこれ後ろからも撮ってみましょうか、もう一回普通にやってみます。これが今までの曲ですね。今度じゃあそのままいきます。が僕こうやって打ってるからこう変えた時に面が違いすぎて今ボールが下に行くんじゃないかって恐怖感がある。はい、っていう風に今やってみたんですけども、後者の方が打点もやっぱ速いし前に振っていけるのかなっていう気はしますよね。だから前に振っていけるイコールじゃあ前陣でも威力のあるボールが出せるっていうのはなんか振ってみて思う。ただやっぱり速いし、そっちの方が今までの感覚に比べてもっと速いし、戻りもその分戻りの速さが自分に必要、さらにねプラス速くなるってことはそこの安定感とかそういうのも含めて、まあ、多分今までの比べたらこうリスクが高くなっていくのも一つあるのかなと。だから2つですよね、そこの荒くなるっていうのと自分の戻りが遅くなるっていうのがあるので、そこがクリアできた時は多分こっちの方がダントツでいいんじゃないかなというふうに、感じます。これができるようになればおそらくバックタバックとかやっててフォアにした時もずっとこう振れるようになる。いちいちこうバックタバックやってるのにラケット下下げて打つっていう動作、振り遅れるような動作っていうのもこれを覚えることでなくなるのかなというふうに個人的に思いますので、僕も覚えて、試合に出た時に、ああ桜井さんちょっとフォーム変わった、ユージ君フォーム変わったっていうふうに思ってもらえるようにやっていきたいと思います。よかったら、そこら辺も皆さんチェックしながら今後の試合も見てください。これでフォアドライブの技術改善について終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。